ちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは。はい、今日は無印のメイクだけを使ってメイクしてみました。無印縛りのメイクです。今回は一から全部やってみたので、ぜひこの春に向けてやってみてください。どうぞ。で、私これ昨日から使ってみたんだけど、すごい良かった。なんか今まで化粧水とかちゃんと塗ってなくて、ホーバーオイルを顔になんか塗ってるとか、お風呂上がりそんな感じだけだったんだけど、ちょっと乳液とか化粧水とかも使ってみたいなって思ったので買ってみました。で、私が買ったのはエイジングケア乳液しっとりタイプのこの1500円の乳液と、エイジングケア化粧水高保湿タイプ、こっちが1600円のこの2つを買ってみました。じゃあまずこれから使ってやります。なんか今までメイクローがあんま撮ってなかったけど、肌の下地から全部やったことってなかったから、ちょっとみんなにこんな感じでやってるよって教えながらやってみます。でもうね、赤みが結構ひどくて、それが悩みで、今日買ったファンデーションとか無印の使ったことないから、カバー力とかもちょっとわかんないんだけど、まあやってみましょう。今日ね、もうお昼にメイクしてたから、さっき落としたんだけど、まあこんな感じで化粧水は塗って、次に乳液、手の消毒だけする。で、こういう感じでめっちゃトローンとしてて、乳液はね本当に買ってよかったなって思った。化粧水とかは他のやつ使ってもあんまりどれが一番いいとか分かんなかったけど、これ全然シミないし、私の肌にすごい合ってて、めっちゃしっとりしてよかった。で、ここが乾燥すごいしてるので、ここを集中的にやります。本当にこれはしっとりしてて最高。で、首にも少し余ったのやっていくんだけど、今日ちょっとこの服着てるから、夜はもう全体首の下の方までやって寝てます。はい、こんな感じ。次はリップ、この薬用リップクリームもスースーするやつとか、何もこういう風に敏感肌用とか、あとちょっと匂いが入ってるやつとか、いろいろ種類があって、私は敏感肌のやつにした、これね。で、値段は300円です。これ色つかないのでこのまま塗ります。結構ベタベタってぐらい塗っちゃう。はい、で、大体これで顔はやったので、次にこの化粧下地 SPF50 と PA+ の日焼け止めが入ってるタイプの、なんかピンクとイエローとブルーってあって、顔の自分のトーン、例えばくすみが気になるからブルーとか、血色感を出したいから赤とか、なんかいろいろそういう風に自分に悩みによってこういう風に変えれて、私は結構このくすみが最近気になるのでこっちのブルーにしました。で、これ使ってみたんだけど、すごい肌のトーンが変わるのね。で、今使ってみるけど、多分ライトの感じで見えないかな。使う前にこうやって振ってやります。で、値段は950円。で、ここにね、くすみカバーって書いてある。はい、ここね、くすみをカバーって書いてあるのでこれにしました。で、これをだいたい自分の気になるところから、顔中心から全体にいつも塗ってます。で、鼻もなんか骨がちょっとわかるかな、デコってなってて、ここがめっちゃ黒いのね。それもすごい嫌なのでこれを選んだんだけど、これすごい良くて、買った日からずっと使ってる。なんか結構無印の化粧品、そういう悩みによってこういうのがおすすめですみたいな感じで書いてあって、すごい買いやすかった。本当にね、肌のトーンがめちゃめちゃ明るくなるの、これ。だから肌がトーンが暗くて、悩みがある人とかはこれはおすすめかなって思います。で、この下地をつけてからメイクをファンデーションを塗るのと、つけてないで塗るの全然違うから、本当にこれはいい。ただ今このライトの感じだとちょっと明るく白くなりすぎてるかもしれないけど、こんな感じ。見える？ここね、私のクマがあるのはこことここです。はい、次はファンデーション。私はリキッドファンデーションタイプが好きなので、この BB クリームを買いました。じゃん、これね、
しっとり潤う BB クリーム、本当にこの乾燥肌がめちゃめちゃ気になってるので、私はしっとり潤うとかそういうのばっかり買っちゃうで、これは下地もファンデーションも UV ケア保湿ができるオールインワンクリームですって書いてあるんだけど、まあさっき私下地塗っちゃったんだけど、でもこれ1本で大丈夫ですっていうものだそうです。値段は1200円で、ナチュラルな色を選びました。これはね、このタイプは2種類しかなくて、でも他にもっとなんか自分のまた肌に合ってるよう合わせて買えるように、いろんな種類のファンデーションが置いてあった。でもちろんパウダーもありました。私はリキッドタイプが好きなのでこれにします。はい、こんな感じで、まだつけてないから、試してないからどんな感じなのかわかんないけど、まあでもまあいいかな。で、全体的につけないで部分的、自分が隠したいところをつけるようにしてます。いつもじゃないとベタベタになっちゃうから。結構カバー力あるかもしれない。まあ結構いいかも。なんか乾燥も気にならないし、カバー力もあってすごいいい。これここ赤いからここに塗ります。いい、これお気に入りになったかも。あ、これいい、すごいいい、楽。急いでる時とか、もうルイが生まれてからすぐちゃちゃってメイクしなきゃいけない時が増えたから、これ1本で済ませられて、しかも1200円だからとてもいいです。じゃじゃーん、こんな感じ。なんかツヤツヤしてるし、いいね。じゃあ次、ブロンザーとか、まあ買えなかったものもあって、ブロンザーは売ってなかったのね。で、濃いファンデーションを塗ろうかなって思ったんだけど、ちょっと私の肌には色が薄すぎて、多分つけてもつけてない感じに見えちゃうかなと思ったので、まあ、ブロンザーは今回自分が持ってるやつかなしで、まあ、好きにしてください。私はちょっと軽くブロンザーだけつけちゃいます。はい、こんな感じでブロンザーをつけ終わりました。私はブロンザーがないと嫌な人だから、まあ無印にブロンザーがあったらいいなって今回思った。でもあんまりね、ブロンザーつける人いないのかもしれない、もしかしたら。じゃあ次、眉毛描きます。これは試したんだけど、すっごい良かった。なんかね、今までメイベリンのアイブロウペンシルを使ってたんだけど、今度から絶対買い替えるならこれにするっていうぐらい、これが本当に良かった。エクセルかな、わかんないけど、まあ、そんな感じの名前で同じような似たような商品が出てるんだけど、そこには私が買いたい色グレーが なかったのね。でも私いつもグレー買ってるんだけど、黒だから髪が。でも無印にグレーでこのタイプがあったので、次からこれを買います。で、値段は1200円です。で、こっちがペンシルになってて、で、ここ真ん中がパウダータイプになってて、こっち側反対がフォームになってるので、このタイプのグレーが本当にあってびっくりした。しかもすごい描きやすかった。なのでこれを今度から買います。じゃあ眉毛描いてきます。眉毛描くの本当に苦手なんだよね。なんか顔が右と左で顔の歪みが違うから、すごい上がってる時もあれば下がってる時とかあって、すごい大変描くの。眉毛描くの上手になりたいわ。まああんまり気にしないでさささっと毎日描いてます本当にこれ自分の毛の色と合っててお気に入り。これ買ってよかった、一番良かったもの。多分お気に入り紹介でも紹介しようかなって思ってます。はい、こんな感じです。真ん中のパウダーは目尻の方につけて、ふわふわっとさせるようなイメージでやってます。眉毛は人それぞれ形があると思うので、私の真似をしなくても全然 OK です。まあ、でもこんな感じでいつも描いてるよって感じ。こんな感じです。次、アイシャドウ。これから春に向けてオレンジピンク系のメイクをしていきたいので、今回はオレンジとブラウンが入ったパレットにしました。で、これは750円、安いよね、すごく。で、塗り方とかも書いてあるから、こういう順番でこういう風に塗っててくださいとか書いてあるので、初めてメイクしていく子とかにはすごいいいかなって思った。じゃあ塗ってきます。で、このアイシャドウなんだけど、結構ね、薄付きだったので、がっつりつけたい時とかは下地としてワセリンを少し塗るといいかもしれないです。今回みんなに見えるようにワセリン塗ります。でも塗るときに注意するのは、薄くつけて
伸ばす全体に。じゃないとめっちゃドバってついちゃうから、本当にもう人差し指にチョンってつけたぐらいを全体的に伸ばすようなイメージで塗っています。私は、まあ、塗る順番は後ろに書いてあるけど、私はこれを普通にアイホール全体に塗って、これを目尻の方に塗るっていう感じに塗ろうかな。で、手で塗ってもいいし、ブラシある人はブラシで塗ってもいいと思います。どっちでも OK で、アイシャドウの発色を良くしたい人は本当にワセリンとか何でも、アイシャドウベースでも持ってる人はそれでもいいと思うけど、塗ると本当につき方が全然変わるので、ぜひ試してみてください。で、こっち塗ってたら涙袋の下まぶたの真ん中あたりまで同じ色を囲うように塗ります。まあ、これも塗り方人それぞれでいいと思う。したらぼかす、こんな感じです。そしたら次はブラシを、こういう先が丸くなってるブラシか細くなってるブラシを使って、濃いブラウン、これね、取って、ドバって取っちゃうと濃くついちゃうから薄く取ってください。で、こっちから優しく塗る。で、足りないなって思ったら付け足す。最初からドバって付けちゃうとちょっと難しくなるので、それでまたぼかします。で、オレンジも足りないなって思ったら付け足してって調節していってください。こんな感じでいいですそしたらこの白いパールホワイトみたいな、このパールがかってるホワイトを取って、こっちにつけます。涙袋で、私はここにいつもつけてるんだけど、そうすると結構可愛くね、まあ、見える。反対もやります。はい、で、両方つけたのでマスカラなんだけど、マスカラ買い忘れちゃったので自分が持ってるマスカラをやります。で、このビューラーは無印のなんだけど、これ結構カールまつげをすごい上げてくれるのでおすすめです。はい、マスカラ塗ってきました。こんな感じです。結構アイシャドウもオレンジちゃんとワセリン塗れば発色してくれるかなって感じです。そしたらもう一回まつげ上げる。こっちがね、いつもね、まつげが上がらないの。なんかそういうのあるのかな。とっても嫌だそれ。次はチークで、いつもやってないんだけど、あのアイライナーはあんまりやんないです。私チーク、こっち今回はオレンジチーク、私オレンジのチークが好きなので変わらずオレンジで、チークカラーマーブルタイプオレンジを買いました。値段は840円で、なんかリップ&チークとかもあったんだけど、そういう練りタイプのチークだとうまく広げられないから私苦手なのね。なので普通にパウダーのチークを買いました。で、パール感も結構多めで見えるかな、こういうタイプです。で、この白い部分をハイライトとして使えるかなと思ったので今回これにしました。結構発色すると思うんだ。で、自分のブラシでつけるんだけど、こういう斜めに切れてるタイプのブラシで塗ってきます。結構粉が出てきちゃうけど、まあ発色的にはほんのりって感じです。なんかこういう風につけるよりはポン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 ってつけた方がつくかもしれない。うん、ポン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 ってやった方がつく。あ、いいじゃん、ちょっとめっちゃついてる風に見えるで、こういう大きめのブラシで最後ブレンドします。もしチークとかが濃くつきすぎちゃって気になる人とかは、ファンデーション、パウダーのファンデーションを上から重ねてあげると割と馴染んでくれるので、もし失敗してもいちいち落とさなくても大丈夫だと思う。はい、こんな感じです。今日ハイライトがないので、で、この白いところをハイライトとして使います。はい、じゃあ最後にチークやったので、次リップは今回この普通のこういうタイプにしたんだけど、名前はローズピンク
01番、750円。でこれすごいなと思ったのが、蓋にちっちゃいミラーがついてるの。でも普通に使える。これでこの色すごいよかった。私の好きな色だったからこれはいいです。さっき最初にリップクリームつけたんだけど、もう一回つける。カサカサだからこんな感じです。結構ピンクだけど、でもずっとつけてても乾燥しないし、これは私には合ってるなと思った。すごいシンプルだけど終わりー。でもし最後に乾燥とか気になる人は、こういうスプレーを顔にかけてもいいと思います。シンプルに仕上げてみたけどどうかな。はい、で私的にはこの最初に使ったさっき紹介したこのベースと BB クリームがいいなって思った。と眉毛ね。これ結構肌に使うものは乾燥が気になる人とかにすごい合ってると思います。最初につけた乳液とか化粧水もしみないし、こっちの BB クリームもつけても全然時間経ってもここら辺乾燥気にならないし、これなんかすごい肌のトーンを明るくしてくれるから、目印の肌につけるものはすごいおすすめです。でチークも最初つけるたてなんかちょっと粉がバーって出てきちゃってうんって思ったけど、トントンとする感じでのせていったら発色もほんわりって感じなのでいいです。でアイシャドウもつける前にワセリンを塗ったり、そうアイシャドウベースとかを塗ってからつければ発色は結構ドンと出る。でリップもずっと乾燥気にならないし、すごい日本人の肌に合ったものなのかな。なんか今までなんで使わなかったんだろうっていうものが結構あります。あとはなんかブロンザーと、もう少し肌のつけるものの色のバリエーションが出たらいいかなって思います。はい、でもこんな感じでオレンジピンクメイク完成です。今回リクエストの目印用品で縛りメイクやってみてっていうリクエストだったんだけど、他にも何かあれば全然コメント書いてくれれば、時間があったらやります。はい、見てくれてありがとう。バイバーイ。